見せてもらうのは布袋フーズの看板商品、焼き鳥の缶詰の製造工程。ここでは、はい、国産の鶏肉、ね、こうもも肉、胸肉を両方ともを並べて焼きの工程に行きます。缶に詰める前に鶏肉を焼き火を通す。楽しいね。あ、美味しそう。いい匂いなんだ。このまま食べたいですよね。そうですね。そして布袋の焼き鳥缶に欠かせないのは本格的な炭火。鶏肉から出る油が炭に落ちまして、はい、ここで煙が出てきて香ばしいいい匂いが、はい、ちなみにこの時点ではまだ鶏肉に完全に火が通っていない。その理由はまた後ほど。あれが味の決め手の、あれソースです。そうです。なるほど。鶏肉が入った缶に秘伝の調味液を入れたら缶詰の蓋を閉める。中の空気を抜いて蓋をするという工程。ああ、ここで全部できる。そうです。残すは缶詰作りで最も重要な作業。まあ、このレトルト釜と言いまして、まあ、この中に入れまして加熱殺菌。鶏がまだ半生の部分があるところ、ここで、この釜で調理をするということと中にいる菌を殺す。そう、最大の目的は120度の蒸気を30分ほど当て中身を加熱殺菌すること。この工程を経ることで缶詰は保存料を一切使用せず常温で3年もの間保存することができるのだ。すごい。それでは缶詰の作り方が分かったところでオリジナル缶詰を作ってみよう。桜井の誕生日プレゼント、オリジナル缶詰作り。缶詰って向いてるもの向いてないものあるんですか？どうしても缶詰ってこう加熱をするっていう工程があるんで、はい、柔らかいものはより柔らかくなっちゃうんでふにゃふにゃになって、なんだかよくわかんないことですね。麺などの炭水化物は長時間の加熱に弱いので不向き。なるほど。青菜などの色が悪くなってしまう。逆に向いているのは魚や貝。あ、そうなんだ。魚は加熱することで骨まで柔らかくなる。なるほど。貝は適度な食感に。あの人ね、赤貝好きですなんか赤貝買って家で一人寂しく赤貝を食べてお酒飲んでみたいな。寂しかね。それはなんか昔からやってるみたいですね。あ、そうなんですね。寂しい男なんですよ。ということでまずは桜井の好物赤貝を缶詰にしてみよう。これは宮城県の閖上さんですね。すごいやつじゃん。ちゃんと変えられるんだよね。変えられます、変えられますビビり出してるよ。先生がビビってるよ。いや、もうなんか言っちゃいいっすよ。仕上げに入ったね。枯れ果てたイメージに一回したいんですよ。貝を逆に入れる人は僕は初めてですね。別にいいじゃないですか。いいです。すいません。最後にポイントとなる小物を入れたら、王の特製テラリウムの完成。滅びてしまったんですよ、こっち側は。でも希望の花が咲き始め、緑が増え、人間が誕生すると。こんな素敵なインテリアが制作費7000円でできます。続いて作る流行り物はこちらのバッグ。皆さん、このバッグ一体何でできていると思いますか？ガムテープでできます。匂ってもらえば。あ、ガムテープだ。でもガムテープバッグ職人の寺尾さんと一緒に作ってみよう。この4色でちょっと可愛くないですか。色を決めたらガムテープを三つ折りにしてガムテープベルトを作っていく。うわ、これ大変だな。これが初心者には難しい。もう俺絶対できないもん。ちょー、まずいよ。曲がっちゃうね。曲がっちゃうよ。やめて、やめろやめろやそんな難しいんだ。大興奮じゃないですか。そしてやっとの思いで言ってあげれば完成です。できた。これを28本用意すれば準備完了。これで一つのバッグを作るに必要なガムテープのベルトが、いやあとはひたすら編んでいく作業。中心の4本を基準とし、あとはランダムに好きな色を編み上げる。あ、白白いきました。いきました、勇気いりました。今白白ですか。チャレンジャーですね。
あ、じゃあ私も。お、真似ですか。そしておっしゃ、はい、できました。これでバックのベースですね。ベースができた。ベースが組み上がりましたと。ひっくり返します。お、すると、まあ、おお、なるほど。まあ、大体こういったイメージになりますよと。あ、はい、よくないですか。面白そうですね。ちょっと白がこう多くて、はい、こっち黄色と青で、いいですよね、はい。今度はこの部分とこの部分を編む。その名物がチャーメン850円。大量の野菜と麺を鉄鍋で一気に炒める。味付けは塩コショウに焦がしネギ。うまそうだなこれ。見た目はシンプルだが、食べれば大きな感動が待っている。そしてクイズは北海道北見市から。町を挙げて取り組むご当地グルメ、オホーツク北見塩焼きそば。実に19ものお店が日夜それぞれの味を競い合う中で、今回紹介するのはその代表格。お待たせしました。レストランシェルブルー渾身の一皿972円。オホーツク海の魚介に生産量日本一の北見産玉ねぎなど、地元の食材が盛りだくさん。温泉卵と塩だれの相性はこれまたバッチリ合うんだ。しかしこれだけではオホーツク北見塩焼きそばは語れない。ナホの水をおかけします。え、何？水？ではここでクエスチョン。オホーツク北見塩焼きそばを名乗るには、最後にこの魔法の水をかけることがマスト。さてその魔法の水とは一体何でしょう。おっと、早い。松本さんだ。北見塩焼きそばの定義は何ですか。質問ですか。早押し。質問。回答権なくなりますよ。回答権なくなりますよ。あの人、今の、まあ、魔法の水をかけることが一つの条件である。そういうことなんです、ね、そういうことなんです。はい、わかりました。言っていいですか。え、当てちゃうんですか。当てちゃっていいですか。いいよいいよ。早押しだから。海水を入れる。ダメです。恥ずかしい。どやったのに。どやった。さあここで黒木さんです。お酒。なるほど。違う。でもその2つ出てダメだったらもう分かんねえや。まあ、何かのエキスと言いますか、そういう。ああ、と桜井さんです。貝の煮汁。何の貝ですか。ホタテ。正解。うれしそうです。おはーつ。では正解見てどうぞ。はーす。その正体はホタテの出汁。ホタテの干し貝柱を1日かけて水で戻し、ホタテの旨味